普通のことを普通にやるということですね。もう基本に忠実に原則から教えてます。受験が最も重要だと考えないことですね。一つの難関ではありますけれども、長い人生の中のまあちょっとしたイベントにすぎませんから、それをすべてだと思わないようにする。まあ現代文でよく出てくる言葉で言うと絶対化しない。受験はよく一人の戦いと言いますけれども、大人たちをできるだけたくさん頼ってください。 我々を頼って思いっきり使ってください。体感トレーナーというところでしょうか。日本語は全ての科目の基本ですから、言葉の力をつけるということは体感を養うこと。私はそのためのトレーナーだと思っております。皆さん、ぜひヨゼミで一緒に頑張りましょう。